日本カナヘビ、日本カナヘビ、ハチュ有コ目カナヘビかカナヘビ族に分類されるトカゲ。日本の固有種で、北海道、本州、四国、九州及びその続島、薬島、種ヶ島、トカラ列島の中の島、諏訪の瀬島まで分布し、海岸近くの平地から1000メートル以上の山地まで広く生息する。しかし一般には、平地から、 低山地帯の範囲に多く森林内よりも、草地や林園部のマント群落などでよく見られ、池垣や植え込み遠み緑の多い郊外の宅地や雑草の茂る空き地などでもしばしば繁殖する。東京都と千葉県にて、レッドリストの純絶滅危惧相当の指定を受けている。全長18から25センチメートル。鼻先から尾の先端までの全長は16から25センチメートル、程度。 尾は全長の2、3以上を占める。日本トカゲより相対的に長い尾を持つ。また、体は南へ行くほど細長くなる傾向があり、同じ日本家のヘビであっても、北海道産では体に占める尾の長さの割合が70%ほどになるのに対し、薬島産の場合は74%ほどになる。鱗には光沢がなく表面は ザラザラして乾いた感じに見える。背面の鱗は特に大きく一枚ごとに一本の強い両線があり、その後端は尖っている。これらの鱗が前後に重なって配列するため、背面全体を前後に走る高市条が形成される。これら背面の鱗は通常6列に並ぶため高四条も6本あり、両外側の高四条が最も強い。 体側面の鱗は小さく明瞭な高市場もないが、覆面の鱗は背面同様の大きさで、弱い高市場と尖った後端を持ち、横8列で首から尾の付け根までは二十数枚を数える。四肢の鱗もやや大きく両線があり、尾の鱗も長方形で両線を持つため全体に高市場を形成する。背面は肺褐色褐色で、覆面は紅白色。 高褐色。通常側面には鼻光の直上から始まり、目、耳を横切り用の付け根まで達する黒褐色の色体と、目の下べりから始まり耳の下を通って後方に伸びる、同色の色があり、これら2本の色体の間は、紅白色の帯となっている。しかし時にはこれらの色体が、前足の付け根あたりまでしかないものもある。頭部仮面には、陰頭板と呼ばれる。 大きな鱗が左右四体並び、最後肩のものが最も大きい。これらは下唇の小さい鱗の腹側にあるのが側面からも見える。目も耳もよく発達しており、特に耳は日本と影に比べて大きく、色も黒っぽいためよく目立つ。詩詩はよく発達して、それぞれ五本の指を持ち、甲師の第四詩は特に長い。後足の付け根にある素傾向。 素形線開口と呼ばれる証拠は、通常に対あるが、時に、片側や両側が三個になっているものもある。低地から低山地にかけての草原や、矢口などに生息し、民家の庭などで見られることもある。基本的に中高生であるが、聖火では、炎天下を避けるためもっぱら木陰や、草本の茂み、石や建築物の隙間、といった日照の遮蔽物下で過ごし、 積極的に姿を見せる時間帯は、早朝や夕刻に集中する。地表を中心とする低い場所を徘徊する。高さ2メートル程度まで脇に登ることもある。そのため、都市近郊の住宅地がブロック塀などで細分化されると、日本トカゲは個体群が細かく分断されて絶滅しやすいのに対し、日本カナヘビは越した障壁を乗り越えて遺伝子交流を維持することができ、生き残りやすい。 体温調節のために、日の当たるところで静止している姿もよく見られるが、人影に驚くとすぐに、草木の間などに身を隠し、またすぐに静止して、様子を伺うような行動をとる。日本トカゲが、石や、倒木のもとに隠れるのに対し、本種は茂みに逃げ込むことが多い。捕まりそうになると尾を地切れすることがあり、切れた尾が動いている間に逃げる。植生は主に動物食であり、 捕食者として、昆虫薬も、わらじ虫などといった、陸生小型接触動物を捕らえて食べている。ただ、時として、それらの死骸や、落下果実を接触する、等、若干ながら、スカベンジャーの性質も備える。飼育下では、餌付けされることにより人工配合飼料も食べるようになる。王は再生するが再生した王には、骨がなく、時に、二股になったものが見つかることもある。 夜は、茂みや波状で眠る。生態は、春から夏にかけ交尾し、その際に、オスが、メスの頭部から腹部にかけてを噛むため交尾した後の、メスの体には、V 字型の噛み跡が残ることがある。5から9月に1回に1から8個の卵を、年に1から6回に分けて産む。産卵は、草の根材などに5月から8月頃にかけ数回。 行われ、1回の産卵数は2から7個程度。卵は白く、産卵直後は、長径1 0トル、短径0 6トルくらいの打球型。日本トカゲのように卵の保護は行わない。卵は、発生に必要な水分を、周囲の土壌などから吸水して、約1.5倍の大きさまで膨らみ、約2ヶ月で、全長5から6トルくらいの幼体が孵化する。 孵化後は、脱皮を繰り返し、ほぼ一年で生体となる。幼体には、色体はなく、全身が、黒褐色である。地方にもよるが、11月頃に地中に潜り越冬する。捕食者としては、小型の哺乳類や鳥類、蛇類などがある。モズの、ハヤニエにも本種が見られるほか、特にトカゲ類を好む蛇であるシルマダラは、本種もよく捕食すると言われる。また、体のうちは、 カマキリなどの肉食性昆虫にも捕食されるほか、稀に生態に共食いされることも確認されている。飼育下では冬眠中の個体がわらじ虫に食われたケースもあるという。身近な生物であるため、庭先や公園で見かけることも多く、そのため捕獲されることもある。馴染み深い存在のためか、地方や年代によりペロちゃん、鏡ソ、 カガミッチョカガメッチョカナゲッチョカナチョロカナメッチョカナンチョカネチョロカマゲッチョカラメヨチョロカゲトカゲカランキョカベチョロカマチクカマチコなど多くの古称がある。また本州をトカゲと呼び日本トカゲを島トカゲ、あるいはカナヘビと呼ぶ地域もある、栃木県など。なお、日本カナヘビという和名は、日本波中両生類学会の2002年10月6日、総会で承認採択された。 標準和名であるが、過去の文献では、専門書、一般書を問わず単に、カナヘビと表記しているものも多い。カナヘビの語源については詳細不明であるが、可愛いらしいヘビの意で、カナヘビと呼んだというがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。